よし乗った。ああもうすっごく嬉しいし、これってマジ最高だよ。あははは。そしたらお茶でも入れよっか。つもの話がうんとあるしさ。お料理戦士ガールっていう名前でええの？おっそすー。シー・オブ・スターズ続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ続きやってまいりましょう。一旦キャンプを張ってみたんですけど、別にここで、あ、休める。これ休むと、どうなんかな。なんか別に、日付経過とか、そういうことでなんか、変わったりとか、そんなことはないね。OK。一旦、やっと自由行動ができるような感じなんですけど、まあ、自由行動って言っても、この禁断の洞窟行ってこいっていうお話ですが、ちょっと一旦待ち、あ、戻れません。今は戻れない。霧の長老に会わなきゃ。ということで、霧の長老に会いに行こうと思います。クロノトリガーを彷彿とさせる感じがいいよね。行きますよ。ああ、魔法を使わずして魔法を使う方法みたいな、そんなことを霧の長長、ん？霧の長老が知ってるとか言ったっけ？確かにもう楽勝ね。今回は突破してやるぞ。ああ。行きまーす。てことで、まずは、洞窟からですね。RPG してる。ザ・ RPG って感じ。結構、広かったりすんのかな？これなんや。トロッコみたいなありそうな感じやけど。おー。結構広いやつですか？できるね。こういうギミックっていうか、ぶつからなければ戦闘にはならない。でも任しとけ。こういう表示がはんはんコンボが難しいよ。ここ違う、意外とうまくいかない。1が0になったらあれやから、なんかこいつだけ首ブンブン振ってるな。こうこう OK。 あれでブレイクをすると溜めてたやつがなんかっていうことやんな。まだよく仕様がわからんな。スキルとかガンガン使った方がいいのかい？いや、こういうのを防いでいくべきよね。コンボって何回までいけんやろな。やめてーん。スキル三日月。ここまだわからん。やり方がまだようわからん。なんか秘宝っていう、これでカスタムできるやつ、これでさ、強ヒットか強ブロックが決まるときらめく星が飛び出して入力のタイミングが正しかったとわかる。効果を確実に知りたい方やこの技を極めたい方に。なんかこれつけてる方が俺的によくわからんぞ。今元々のシステムやと成功したときにコントローラーがブルブルって触れるからさ、あん、そっちの方が俺的にわかりやすいんやけどな。今やってみたらなんか全然コントローラー震えなかったからさ。てい、これは登れる。そういう感じ。進めていくぜ。宝箱、冒険者のベスト、ザ・ RPG の盾的な、多くの冒険者が最高と口を揃える。めっちゃ防御力上がるやん。そんなに初っ端から上がっていいんですか？イエス。ガンガンやってまいりましょう。お、なんか先制攻撃みたいなのもしたね、今ね。ていってい。基本的には2回ヒットまでしかやっぱないんかな。ツンツン。わからん。初めての回復をちょっとやってみよう。癒しの光。ほ、どんな感じ？ 15 回復。全然回復してない。トゲの雨。初めての攻撃、それはどうやって？わからん。とりあえず、倒したら、お前らなんて。いいね。あとは、あなただけよ。OK。ナイス。36ポイントの経験値。
昔のロープレイのこと思ったらだいぶ経験値もらえてる方じゃない？開かない。あそこの箱の中に鍵があったりして、けど手が届かない。他に道はないか探そう。あそこに登る方法を探してこいってことか。ここに降りると、あーあーあーあああああ、で乗ると、あ、行けるよ。なんだ、簡単じゃないの。これが禁断の洞窟の鍵で、これをガチャってやると、なるほどね。んで、鍵開けの、こういうパズルギミックもちょこちょこあるんやね。いきまーす。キノコ汁と、これ何？バリアとゼールがコンボ技、総癒し光。二人で回復みたいなやつか。こういうのは別に装備しなくていいんかな。コンボ技、はあ、二人攻撃、こっちは味方全員の HP 回復。なるほどね、 RPG だね。こっちだね。なんかそっちも気になるけど、まずは宝箱よね。治水トゲ、通常攻撃時余ダメージの 15% の HP 回復、めっちゃいいやん。やっぱ戦闘終わってもこれ回復してないからなあ、この辺もちょっと気使っていかなあかんじゃな。いいじゃない、なんかめちゃめちゃ久しぶりやわ RPG。 なんかできて出てきたよ。でもって最初の場所に帰ってきたで。これ奥が行けるようになったってことかな。よし、行ったら一回回復しときいの。イエス。で、ブーメラン、あ、お前の攻撃かい、あぶねー。ブーメランをパスで跳ね返そう。カンカン、あ、失敗、ダサタイミングがまだ全然習得できてねえな。ありがとう。っていうかそっか、アイテム全然、そういえばキノコ汁とかあるから HP40 回復、トマトクラブも全然回復、こういうのも意外と使っていかなあかんタイプ。 RPG やと俺結構アイテム全然使わずにクリアしちゃうタイプやからさ、エリクサーとか一回も使わへんみたいなね。装置が壊れて橋は使えそうにないけど、左から回り込めそうだ。物は試しかな。あ、じゃあそっちから取りまーす。セブーかな。あ、バレア、ここで焚き火を、お、焚き火、今のうちに少し休んで体力を回復させておこう。あ、そういう要素もあんの。あ、もう焚き火できるところがあればガンガン休めるんだね。便利。 L1 でキャンプを張るってあるわ。なんかキャンプを張る、あ、焚き火の近くやったらキャンプ張れるってことね。ってことはボスかい。あ、優しい、ちゃんとボス前のセーブ。バレア、昔のドラクエでは考えられへんね。でかいのが来るよ、構えて。ああ、ああ、ババババババ、ジェノバみたいな出てきた。ああ、いい音楽で、何から行こう、何から行こう、何が効くんだこいつは。とりあえずの太陽、んー、ツンです。40、お、弱点、ナイス。めちゃめちゃ MP 使うの。しかしな、ブーメラン、うまく成功させてくれよ。クン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 、全然、あ、魔法が基本的に弱点っぽいなこいつ。でも MP あんまり前から、あは、来るよ、うい、なめんなめんな。どっち、あれ難しいな、ゼイルとバリアで攻撃のタイミングが
微妙に違うから。あ、あ、2回ちゃんと俺が、あ、バツ押したタイミングでよく見たらなんかガードのモーションみたいなのしてくれてんやな、あれな。イエイ、ねえ、ナイス回復、優しい。何、三中爆弾って何？なんか生まれた。これはどうするべき。三日月切りで全体にいける。とナイス、いいね。は、は、音楽もいいよ。テケ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 、よし、どうしよう、まだいける。 MP 回復からのテケ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 、お、2回攻撃しようと。やるじゃない、いっぱい成功させたいな、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 うーん、下手くそー、まだまだ下手くそー。そして、ここ50。どうじゃ、あ、なに、なに、上から追ってくるよね、これ。ガード、ガード。任しとけ。うん、結構、HP 減ってます。そろそろ怖いです。やめて、やめて。12も食らった。コンボ2人とも回復するやつ。はあ、これがタイミングとかあるんですか。全開、おいおい、いいね。はんはん、やっぱ RPG は BGM 大事よね。来い、ガードガード行く。はいはい、まだまだ、ぬぬ、テケ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 、ここ好き、ここの BGM 好き。ブーメラン頼む、50ぐらいお前もダメージを与えてほしいな。敵との距離が敵との距離でブーメラン変わるね。いけました。久しぶりに RPG 楽しい。俺たちの最初のものだ。はは、やったね。そっから出れそうだな。ぞ、山までもうすぐね。奥も、あ、行け、あ、ちゃんと宝箱とかある。取り忘れたら大変やった。お、冒険者のベスト、お前にも装備させたらな。 OK で、まあ一旦休んどくよね。休む。さあ参りましょう。霧の長老とやら、あ、これでぐるっと回っていたってことかな。この辺で、なるほどね、帰る道できた。でも俺らが行くのはこっち。隠し通路があったりとかそういうのはさすがにない。チャース、チョロー、あ、4、ついに動き始めたか。2 4 2 1 2 3 4ってことかな。やつは戦うのが待ちきれん。うずうずするぞ。あ、出た、1。まずは様子見か。お前3やな。あ、3、ここは頼んだ。どれがどれがどれやろ。4がデブっていうのは分かった。4だけ覚えた。わあ、いいねー、クロノトリガーじゃん。何やったっけな、でもなんかスクエニのやつでもう一個なんか昔、何やったっけな、イニシエと、何やったっけ、何やったっけ、なんか雪の刹那みたいなさ、あれもなんかちょっとクロノトリガーっぽかったよね。これはなんだ。いや、どうも、何か欲しいものあるかい。お金69、アイテムは、あー、なんか大事そうやで。でもじゃがいも、玉ねぎ、穀物、レタスからの、からの俺のやつだけ買って、見習いの杖5ゴールで占い。俺こういうのしばらく持っとくタイプ。
薬できんにゃ。あ、投げすぎ投げすぎ。リールを巻く。あ、ちょ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 、待って待って待って、いきなりいきなり始まるな。おい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 、ぬしずり、ぬしずりチックな。おい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 、ずっとリール引きっぱなしでいいの？何も考えていいの？あ、あ、いけました。つきます。リリース切り身。ちょび押しで、あ、ちょび押しでも、あ、途中で罰をしたらその時点で落下すんのかな。うえー、何それ、なんかスタンした。はよくわからん。ちょっとしたミニゲームなんかな。俺ウルってやったら、おお、おお、なのかな。アイテムとしては魚は普通の魚をおろしたもの、どっかで使えるようになったりするっていうことなんかな。まだまだいろんな要素があると思いますけど、ここは支店の寺院と、こっちは山道ってことは寺院先行こう。こんにちは。鍵がかかってる。後で来るんだね。じゃあ山道はね、おそらく山道のここが多分あのオープニングにつながるところなんじゃないかな。あ、だね、どっち行くっつってたやつや。山道に着いたよ。ここまでは順調なら、この山のどこかに霧の長老が住んでるわけかってことやね。これで、あ、帰ってきた。ガールの階層入る前のところに帰ってきた。これが終わったら一度村へ戻りたいけど、すぐに世界へ送られたらどうする。あ、だよな。ガールが一緒なら、このまついパンに空柳のジャムを塗って食べれるのに。ははは、夢に出そうだ。ガール出てくるんじゃない。あ、ん、空柳のジャムかい、ガールちゃん。ほらー、出たー、その音楽使うのね。それならここにあるぜ。二人とも、キノコも積んである。うまいスープが作れそうだよ。あ、ほんまにお前左目いかれてるやん。ガール、ついでに禁断の毒性ハーブも見つけたから味付けもバッチリさ。ガール、何踊れてんの。二人だけで冒険に行こうなんてまさか本気で思ってないよね。お前何年待ってて。おい、あはは、また君らに会えて嬉しいよ。ちょっとジャイアンっぽくなったやん。二人ともめちゃくちゃ強そうじゃんか。どうして出発の時にいなかったの。冗談寄せて、こっちも急に言われたんだぜ。集合かかってすぐ荷物を取りに隠れが行ったけど、二人ともあっという間に出発しちゃうんだもんな。ああ、もうこの旅が楽しみで仕方ないよ。僕だっていろいろと学んだんだぜ。釣りに、食料集めに、料理に、なんか雑用係っぽい感じ。なんだよ、まさか本気でついてくる気じゃ。え、本気やろこいつは。私たちはただお別れを言いたかっただけなの。これって私たちの任務だし、すっごく危険なの。わあ、めっちゃ寂しいこと言うやん。ガール怒るでそれ。おいおい、よせやい。二人の修行が済んだら、みんなで一緒に旅立とうっていつも話したじゃんか。あれ、子供の頃の約束なんてずっと考えるもんじゃないでしょみたいな、そういうタイプ。それに僕だってあのちっこいホラー穴で何年も練習してきたんだ。立派に戦えるんだ。それは君たちみたいに特別な力はないけど、体は丈夫ださ。いつでもいけるって。大丈夫？でかいのはでかいけど、こいつを盾にして戦うんだ。それ何？名付けて、お料理戦士ガール。ってことは、あれか、お鍋の蓋とか、そういうタイプか。へえ。そうとも、それに本だってめっちゃ読んだし、旅先で出会うのは何もフレッシュマンさんの怪物ばかりじゃない。僕にだって戦えるんだ。それって本当なの？もちろん。だって、現にまだ一匹も見かけてないだろ。それはそうだけど、これでもお知識は心得てるから心配しないでよ。それにサンドイッチだけで世界を旅するなんて味気なくない。それはまあだろ。二人には僕が必要なのさ。僕が腹いっぱい食べさせてあげる。視点の戦士の使命的なやつさ。二人にお任せしてさ。あくまで雑用係ね。じゃあガール、絵の会どうだい。よし、乗った。ああ、もうすっごく嬉しいし、
これってマジ最高だよ。あははは。そしたらお茶でも入れよっか。つもの話がうんとあるしさ。お料理戦士ガールっていう名前でええの？え？サンチョとかよりなんか扱いがなんかもっと下のやつみたいな。果物ナイフとお鍋の蓋だけで頑張るタイプ？だからこう、この霧の長老にあったら、私たちは魔法を使わずに魔法を使えるようになって世界へ送り込まれるらしい。言ってたね。今はそうとしか言われてない。この先は自力でなんとかするのも最終試験の一部ってことなんだろうな。最初の任務は次のショック。ショックで読み方合ってたのね。虫歯みじゃなかったのね。次のショックが起きるまでレイストへたどり着くこと。うっしゃー、それって大変そうだよ。けど君らの力ってやばそうじゃん。早くこの目で見たいよね。固めなくなったけどさ。それでガールの方は？いやー、ぶっちゃけ地味なもんだったよ。ひたすら体を鍛えて、使えたら便利そうな技をせっせと磨いてきただけさ。どんな技？気になる。こっちも筋トレしかしてなかったで。毎日二人に会えると思ったけど、まさか10年も待たされるなんてびっくりだ。10年かかったんか。あ、俺らも会いたかったよ。ガールは一人なのに、こっちは二人でずるいもんな。ま、今はこうして再会できたわけだし。それに世界を冒険するのが待ちきれないよ。美味しいものがたくさんあるんだろうな。飯好きそうな。ところでそのスープ？うん？このスープって最高ね。だろ？あ、食料をたっぷり持ってきたのか。数日分でとこかな。旅は身軽な方がいいし、食材ならその辺で調達できるからね。それに新しい食材が見つかるかもだしさ。そこら辺も含めての冒険ってわけ。なんなら今から試してみたら？バラ？あ？バレア？向こうに茂みがあるだろ？熟した木の実がたっぷりなってるから摘み取ってきなよ。あ、そういう要素も？お前ほんまに筋トレしてたんけ。ちょっとぽっちゃりやぞお前。あ、取れる。なるほどね。こういうエフェクトかかってるところがこういう感じ？バッチリだ。その木の実でジャムを作れそうさ。焚き火に触れたら料理にかかろう。焚き火、料理。なるほど。長押しで作る。OK。できました。ほらね、君ってセンスあるよ。そのジャムは後で食べると体力を回復できるんだ。ありがとうガール。旅の役に立ちそうね。礼には呼ばないって。そしたら俺はもう寝るよ。あんまりあいつは料理に興味なかった。僕もそうする。満天の星空の下で眠れるなんてこの暮らしって最高だよ。ガール、君が一緒で本当によかった。でもしばらく風呂に入れなくなるから、ガールめっちゃ草みたいに後でなったりせへんから。大丈夫かな。あは、先に言われちゃったな。僕だって君らのそばを離れたくないし。そしたらおやすみ。あくまでバレアは女の子でいいよね。一回僕って言ってる時があったからちょっと気にはなったんやけどさ。女子で合ってるよね。おはようさん。もう出発できそう。霧の長老ってどんな人だろう。今から会うのが楽しみだよ。頂上までは一本道で行こうか。行きまーす。まあでも RPG はこういう序盤が一番面白かったりするからね。ねえ、ってことで、ズン、ズン、見してもらうじゃないの。お料理ガール、お料理戦士、お前は、ぶん投げと、ぶん投げってどういうこと？ガールが、あ、敵一体を別の場所へぶん投げる。可能なら、おやつ投げ、回復もあるわ。攻撃は、斬撃？素手でした。お前素手？トゲの飴は結構食らうやつです。やめてー。ちょっと、え、まだちょっとガールの強さがよくわからないんだけど、ぶん投げ、ぶん投げ、なるほど、可能ならってそういうことね。ああいうタイプみたいです。鍋の蓋が武器な。はあ、ほんまにじゃあ物理中の物理なのね。なかなか変わったやつが仲間だったな。そろばん手に入れた。どれや、これか。戦闘中にボス以外の敵の HP、 お前につけとこう。どうなんかな、トレーラーとか見てると結構この3人がずっとパーティーっぽいイメージやけど、別のキャラが仲間になったりとかそういうのもあったりすんのかな。
新しい敵は突進。ズン。大丈夫。全然。突進。ズン。めっちゃ食らうやんけ、ガードし損ねたら。おやつ投げ、まだ使えない。素で。結局のところ素で。ボッコ、ボッコ。いや、硬いぞ、こいつ。意外と、ちゃんと回復しとかな、やばいかも。お前は死んだら、まずそうやから。回復。で。ぬん。危ね。おやつ。自分におやつ。は。おやつ。なかなか、やるじゃないの。あ、強っ。やばい。やばいけど、こういう時は。とりあえず、お前は、攻撃を。オッケー。で、すん、すん。ナイス、ナイスブレイク。で、シンプル、シンプルおやつ。バリアに。はぁ。いや、結構、大変やな。コンボある忘れた。これ3人パーティーになったから、あれかな、また、クロノトリガー的な感じで、3人でいろいろやってたら、また覚えたりするんかな。あそこになんか変な、なんやろ、ちっちゃいのなんかおるけど、なんか重要なやつとか、そういうわけじゃないよね。ちょこちょここういうの追ってるね。あ、敵また。新しいやつ。じゃあ、危ね、なんか落ちたよ。大丈夫？そういうので、落ちて死んだりとかは、あ、全然ないわ。大丈夫でした。よいせ、よいせ、通りますよ。さあ、これまた、人間ではないよね。ああ、とりあえず、三日月の。まだタイミングが覚えられません。ああ、なるほどね。そういう風に、属性と、そっかそっか。二つ一気に壊すこともできるんか。やめとけ、やめとけ。ちょっとまだ、あ、戦い方のコツが、まだ。お前はどこのタイミングで何を押したらいいんかな。倒しました。でも、うい、うい。弱点って何で、弱点はまだ目で見て、わかる感じじゃないよな。物理が弱点。うれ。いやな。まだわかんねえわ。僕行くぜー。お、またしても。焚き火、そして誰？いやどうも、何か探し物あるかい？あ。こいつらの買ってあげたいな。あー、こうなると。防御からにしといてあげよう。オッケー。また新しいの売ってるな、なんか。気絶治療。あー、フェニックスの的な。そういうタイプね。欲しいけど、まだ買えないわ。休んで、次行くわ。外かい？あ、外やね。で、また、お前らだね。ボコボコにして。さっさと次行きますわ。なんか霧みたいなの出てきたよ。あ、滝の、あ、こんなところに宝箱も。レシピチャウダー。何それ。チャウダー。ああ、あ、習得する。手に入れたら OK ってことか。で、またあのキャンプのところで多分使えるようになるってことよね。オッケー。レベル上がりました。これ何上げていくかな。無難に一旦、あ、てかランダムか、結構前と違うぞ。なんか HP 上げとこう。パーティー全員上がるってことなんかな。お前も物理で、ガールも一緒に上がるのね。マナポイント、物理、魔法、 HP。 まずは HP かな。
はあ、あざました。雷撃はやばい。雷撃はおーっ効く。なかなか雑魚もうまく戦わないとあかんやつ。おやつ。初めてのキノコ汁。はあ、あぶねー。結構敵強めー。今までで結構一番雑魚敵で苦労したわ。ここ72ポイントっていうか、結構次のレベルまで時間かかりそうやな。なんか見えたよ上と思ったら敵いるよ。ちょっと邪魔ー。そこ気になるからさっきこっち。はい、ここ。これってなんだろう、これってなんだろう。仲間と相談とかでけへんのか。じゃあ行きまーす。一応なんか後ろから殴ればちょっとダメージ与えた状態で戦闘いけるっぽいね。上の方まで来たんじゃないこれ。あ、ここはお水、お水エリアにフォフォフォ。あ、言われてみればそういえば霧出てますね。霧の長老会フォ。視線の子たちが通過儀礼を受けに来よったか。じゃが関係ないのが一人混じっておるな。バレてるぞガール。てんてん、勇ましいのか愚かなのか。フォフォ、見極めさせてもらうぞ。なんでほんまじじいてフォって言うんやろうな。聖なる池へようこそ冒険者たちよ。思ってたのと違った。フクロウみたいなの出てきた。はじめまして霧の長老さん、僕はガール。おっと、これはまた元気がいいの。そうした熱意はこの瞑想の地に臨むべきものじゃが、普通の子はこの儀式を受けられんのじゃよ。てんてん、視線の子たちよ、前へ出よ。後ろに下がったガール。フォ、あ、フォフォフォ。なんやねんフォフォフォってな。確かに凄まじい能力を秘めておる。天空の衣に信念は縫い込んじゃうのだな。あ、縫い込んだ縫い込んだ。はい女郎、縫い込んだ。ではまた近くへ。その衣を聖なる池に浸し魔力を込めるがよい。水浸しにすんの嫌やな。風邪ひいたらどうすんの。べっちゃは。ほほ、凄まじい反応じゃって。主らの内なる魔力を増幅する衣ゆえ、使命とともに身につけるがよい。ガールは、ガールもなんかつけとけよ。今後はどんなに暗い場所でも光を手にし、フレッシュモンスターの怪物どもから身を守ることができよう。なんか変わんのかな。特に何も感じないけど。あ、俺もだ。ほほ、案ずるな。魔法を使わずに魔法を使う力は確かにその心に根付いておる。それまだ意味わからんのよ。どういうことな。それにどうやって使えばいいの。いずれわかろう。教えへんのかい。今後主らを待ち受ける戦いでは、己の魔力だけでは打ち破れん敵との交戦も少なくない。だからこそ生マナとの連動が欠かせんのじゃ。何それ生マナ、なんかやだ生マナ。ほほ、それにより主らが持って生まれた魔力を攻撃時に引き出せよう。その共鳴の大きさからして、おそらく旅の仲間たちも生マナの恩嫌やな。生マナ、聖マナ、聖マナの方がいい。生マナ何生マナってな。これで準備は整った。次に敵と戦うとき、生マナがお主らの前に現れるはず。え、生マナ出てくんの。具現化すんの。最後の試練に向かう準備は良いか。霧の長老さん、僕も一緒に行きたいんだけど。生マナみたいです。フォフォ、未だかつて視線の子以外の者が霧の長老の試練を受けたことはないけど、僕も一緒に行かせよ。生マナみたいよ。面白いやつじゃな。そういったことを頼んできた人の子はお前さんが初めてじゃって。マジ、今までのやつは大したことなかったんじゃない。確かに変わった子じゃ。戦闘力は劣るじゃろうが、この心のぬくもりは。あれを沈められるか。何もう生マナとかあれとか何しまれたらダメよ。試してみる価値はありそうじゃって。あ、よろしい、認めよう。ええの、やった、ありがとう霧の長老さん。視点の戦士に同行する者としてふさわしい力を持っているか証明してみせよう。こりゃしくじれないな。一戦もどうぞ。冷めてるな。では目をつむり深く息を吸うのじゃ。は、うん、
瞑想、瞑想するとは、じゃあここ霧の長老の試練へようこそ。この最終試験に合格するにはそれぞれ異なる3つの試練に打ち勝ち、巨大な異物を1つに合わせる必要がある。ここの魔物たちに物理的な攻撃は効かん。加えて攻撃魔法の使用も禁止。逃げろってか。どうやって？ほほ、だからこそ魔法を使わずに魔法を使わねばならんのじゃ。生マナを自らに取り込むことで魔法攻撃力の一部分だけ己の攻撃をブースト、すなわち強化。この力を習得して初めて全ての修行は完了。全然意味わからへんな。生マナを取り込む、わあ僕もやってみたい。試練が待っておる。しばらく下界へ戻りたくば、今現れた場所のそばで目を閉じて集中せよ。こうも祈っておるぞ。霧の長老の試練、とりあえず生マナなるものが出てくるけど、お前生マナターン、あターンって出るで。攻撃も禁ずるって言ったけど、攻撃って出るよ。攻撃、おれ、おれ、ゼロ。てんてん、攻撃は効かない。呪文なら倒せそうだけど、ここでは使うのが禁じられてるし。だったら例の、魔法を使わずに魔法を使う技を試してみたら。どうやって？あ、見ろよ。攻撃した時に小さな鬼火みたいなのが飛び出した。あれが生マナかもな。なんだか吸い寄せられるし。そうね、私も試してみよう。ブースト R2 を押すと効果。生マナってこと？うまくいったぞ。気分は？力が湧いてくる。なら今攻撃すれば魔法ダメージを与えられる。よくわからんけど、これが生マナの物理攻撃ってことかい？殴ってるけどな。すげかった。次は僕がやる。ブーストが使えるようになった。今後は通常攻撃で生マナが弾け飛びます。 R2 を押しながら×で生マナを吸収して次の攻撃をブースト。生マナは3段階チャージでき、チャージの数に応じて魔法攻撃力の一部相当分だけ次の攻撃の威力を強化できる。通常攻撃の場合は武器のダメージタイプに、そのキャラクターの有する魔力のダメージタイプ。ああなるほどね。スキル使わんでも月のダメージとか与えられるってことか。複雑なロックに対処するときは、回復効果を高めたいとき、もっとダメージを与えたいときはブーストを使えることを思い出すと。なるほどね。戦闘の幅がじゃあこれでちょっとまた増しましたな。そういう感じで組み合わせてやっていくってことやね。で、明らかに3つの試練っぽい感じになっておりますが、これを多分どれかからやってこいってことだよね。飛びました。なるほど。普通の防具、普通、普通の防具。装備できるやつとできひんやつがいる。 OK、 ガールもブーストできるんだね。オッケー。で、ガールも、ほら、すげえやん、ガール。視点のこと、同じことできるやん。カチャ。ああ、そういうギミックね。もう一回これ動かして、そっちに戻して、で、今度はさっきはしごを出したから、あ、こういうことね。一回ダメージが与えられへんターンが存在するから、なんか、うざいっちゃうざいんやけどな。一旦、生マナを出すターンっていうのが必要になってくるから、必ず一回無駄なターンが存在するのがちょっと、え？めんどくせえぞ。で、これが1個目のやつ。は、は、帰ってきた。で、移行完了。じゃあ残り2つだね。宝箱、ピカピカ真珠。なんやそれ。ピカピカ、ピカ、売ればお金になる。
だけのやつもありました。間違ってマナ吸収すんの忘れて殴ってまう時あるな。ほらほら吸収吸収ガールが言ったるわ。オッケー、レスポンポン。さあこれで2つ目ゲッチュ。これであと1個ってことでいいのかな。いけましたよ。あと1個だね。いくわ。お、なんか真ん中のところは雰囲気がちょっと他とは違うな。なんか石板みたいなのもいっぱいあるけど読める。この遺物の一部が欲しくは3つの問いに正解せよ。お前の知識を試させてもらうぞ。 MP を回復できるのはどっちの行動。攻撃。あらーそういう感じ。もう一回。あ一応一つの石碑で一問ってことなんかな。じゃあ次はこれ。あなたは？お前たちが通った学校の名前はゼニス学院。お前たちが通った学校って言ってるってことはさ、え？どういうこと？霧の長老は霧の長老の試練よねこれね。どの立場で誰が問題作ってんのこれ。って思わない。下まで落ちる。あれがラストだね。3つ目さっはっ。視点の戦士たちの重要な使命の一つは住まう者を滅ぼすこと。奴らが弱体するのはどういった時。春分と秋分虫歯みじゃなかったっけ。食の時合ってた多分。これでじゃあ3つ揃いましたね。 OK いけたよ。でなんじゃい。あ準備をするなら今しかない。いけそうか。いけるでしょう。来いや。はは。ほほほ。我が希望原者たちが準備を終えたようじゃの。うん。どうした。主らにも生ままの力が分かったはずじゃ。じゃが本当に使いこなせるかな。拝見させてもらうぞ。今からもう魔法を使ってもよい。ええんかい。生ままなと両方使いってことか。わー霧の長老かかってこい。視点の子たちよ。一人違うけどね。は何から。まずはダメージ入んのかどうかやなこれかな。霧の長老と長老の剣が HP90。 長老の剣からこういう時はやるタイプじゃなくて、あ普通にダメージ入るわ。じゃあ一旦これを吸収しつつの、なんか両方当たりそうやし、行く。おーここうえー。でお前もとりあえず剣殴っとけ。 あと1なのに。おいちょい。で、あガール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 じゃなくて何だっけ。はっこれはブーメランで3回以上当てたらあれ破壊できる。距離感が距離感がむず。ああくっそ全然てか全体攻撃なんかあれ。こうなったら一旦はいはい全然やな。おやつ投げとスキルガールのためにガールのためにじゃないバレアのために。女の子やからどうしても女の子のあのバレアのことをガールって呼んじゃう。んーキュン
キュンからのお前を攻撃だ。こういう感じでいいのかな。スキルは貯めとこう。はいはい、来い。たた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 、うーん、吸収。ほいほい。どうなん、聞いてるの。ブーメランはまだ置いとこう。まだ MP あるもの。吸収で、お前もまたどうなんやろ、剣が復活したりするかな。はいはい、余裕よ。あ、長老の剣復活した。ここよ、ズイーン。ここで使わせないことが多分大事。ブーメラン行くぜ。カン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 キンキンコン。全然下手くそ。剣起動。何それ、強っ。あ、死んでる死んでいる。強い。なんでなんか生き返らせるやつ持ってないよね。とりあえず剣をやっちまいな。よし、ツン。危ねえ。おやつじゃない、おやつ投げていける。うん、回復ん、それオッケー。怖え。ここでいや、まだ粘る。んで、お前で吸収しつつの言っとけ。お前のが一番強いんちゃうんけ。で、あ、やっぱ溜めすぎたらあれやな、あかんっぽいな。おい、おやつ、おやつ、いや普通に殴る。俺はお前を殴る、ガードする。 OK、 この状態で一旦全員回復しといてや。へいへい、回復ありがとう。で、吸収吸収。ブーメランなら全部破壊できんか。あれ、キン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 コンカンコンヌンノンナンネンノンヌノヌノヌって街中食らったで。でも、あ、ガールのパンチでやっちゃうやつ。おい、いったったで、実に強い。フォフォフォ、確かにヌシラの未来は明るいようじゃ。バリアとゼイリオ、ヌシラを指定の戦士と呼ぼう。ちゃんとガールは除外されてるな。やっぱりな、君らって最強だよ。はは、やったぞ、試練に勝った。ヌシラが試練を受けている間に時の霧を読んでおいた。準備ができたら聖なる池へ戻り、わしに会うとよい。メイメイに予言を授けるとしよう。ん？それからヌシラを世界へ送り出そうぞ。ほほ、あまり待たせるなよ。ほほ、どういうこと。いまいちよくわからんかったけど、ガールはちゃんと同行者って書かれてるな。これでもどうなんかな、この枠を思ったらパーティー全員で5人、5人プラス同行者1人っていう、そういう感じになっていくんかな。 OK、じゃあまずはガールを仲間にしつつ、うん、霧のおっさんとりあえず倒せたので、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。なかなか戦闘は、あ、歯応えあって今んとこは面白いよ。それではまた、よろしくどうぞ。